です。色がついたガリが赤酢で漬けたガリ、はい、で白い方がこれですね、こちらが甘酢で漬けたガリ、はい、こちらが新芽のガリですね、はい、ちょっと繊維質が柔らかいガリになっています。いろいろ味がありますので召し上がってみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい。絶対なさそうだよ。まずお酒を飲むのをお伺いしますね。大丈夫やと思いますか。いっちゃいましょうか。はい。そのままちゃんとします。探してはるし、あ、説明かける人っていう意味では。
昔はね、その保存食、冷蔵庫に入ってたから。やばい。ありがとうございます。めっちゃ食べてください。僕も腹減ってるんで。あとでちょっと。しらすさんから、みたいな。もう一度バレないんで。仕事中なんですか。硬いんですよ。揚げると柔らかくなるんですよ。あのみんなに聞いてもらうために多かった。天からろ、天からろ。おちょこ、ゲタダメさん。30ぐらいにしてるけど、もう溢れてる。多分前回に来た時に、ね、
た若いやつがいます、そっち。はいはいはい。1日6回転で1時間に1時間卒業申請なんですよ。そうだ、バリバリここら地元なんで、小学校の同級生が何住んでたか。そしたら本当に平川お願いします。インバーさん、おちょこりなんで、あー、ちょっとネタです。誰が1杯あれハードです、ごめんなさい。誕生日ですしね。イメージするのが大事なんで、もし動きたくなったら谷さんにフルマラソン中に行きます。これもつけ込む時間結構長くつけ込むんですよ。これはこれこそ20分が20分つけ込んで、サワラを一体脱水させるんですよ。なるほど。そう、脱水させてまずカラカラで、カラカラと言っていけない、中に入ってる水分抜いて、柔らかさ見て、じゃあこれをどういうふうにやるかっていうのをやっていくんですね。それが指導って、あとじゃあそれこそ目利きというか、そこからね、仕事が始まって、僕の名前を出すので多分つけないです。なんかそのやっぱね、大将の心も一回ちょっと半年は働いてさ、面白いんだと思う。でもそれがあったからこそ、根性もついたし、よかったな、いい経験が、この世界入って、いただきます。いいな、あ、ゆずの香りがすごい、少し回ってくる、すごいし、
あの結構美味しいんで。そうです、一応大将も宇和島出身で。宇和島出身ですか？本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回は全てが本当に美味しくて一つに絞るのはむしろ心苦しいのですが、個人的な好みで炭で炙ったのどくろがすごく印象に残っています。炭を直接皮目につけて炙っているそうなのですが、香ばしさと油の旨味が最高でした。姉妹店やおすすめのお寿司屋さんも教えていただいたので近いうちに行く予定です。また動画にします。ではでは、また次のご飯でお会いしましょう。バーイ。